立憲民主党代表の枝野幸男です。東日本大震災から10年の節目を迎えました。改めて亡くなられた皆さんに哀悼の意を表します。この10年、被災者の皆さん、それを支援される皆さん、多くの皆さんがさまざまな困難を乗り越えて一歩ずつ前に進んでこられました。ハード面での復旧復興は一定程度進みましたが、今なお心のケア、なりわいの復活、コミュニティの復活、現在進行形だと思っています。もともと高齢化や過疎化が進んでいた地域で、住みたくてもそこで暮らしていくためのなりわいがない、本当の意味での復旧復興はここからが本番ではないかと思っています。10年前の発災当時、私は内閣官房長官として総理官邸で情報の集約と国民の皆さんに対する発信の役割を担いました。未曾有の災害の前に至らない点がたくさんあったのではないかと、今でもじくじたる思いです。震災のこの記憶を絶対に風化させることなく、ここから本格化していく復旧復興、それを最大限前に進めていく、その責任を負っていると思っています。同時に、あの多くの犠牲を払った、そのことによって得た教訓を生かして、次に大きな災害が出た時に、あの東日本大震災の経験と教訓が生かされたから救われた命があった、そうした状況を作るために全力を挙げていきたいと改めて決意をしています。次の10年へ、本格的な復旧復興へ、私も全力を挙げてまいります。被災者、被災地の皆さん、これからも前を向いて共に東北の復活、ふるさとの復活に向けて歩いてまいりましょう。